久保さん、今回は、リスク、ゼロ。リスクは、ない。あ、やらないことか、やらないことがリスクにしましょうか。やらないことがリスク。まあよくね、リスクとリターンの関係って、まあこれ、同意してるような、うん、同居してるような感じだと思うんですね。プラスとマイナスが同居。まあ例えば、プラスとマイナス同居。例えば、うん、車の運転って、車ってスイスイいろんなところに行けると思うんですよ。 まあこれプラスですよねでもデメリットがあるとするならば車ばっかり乗ってると足腰悪くなりますよねじゃあ歩き歩きのメリットは健康的に健康がいいですよねでもマイナスの要素があるとするならば早く目的地に行けないとかね車よ車とか新幹線に比べるとだけど健康にいいとかねかプラスとマイナス同居してるようにリスクと,プラスリ,スクとリターンっていうのは同居してますただしあのー でもやらないリスクも、やらないリスクも同居してるか。プラスマイナスみたいな。まあ、やらなければ、やらなければ、今の生活は維持できるというプラスですかね <laughs>。やると、やると今の生活にプラス、負荷がかかるっていうデメリットですかね。うん。ただまあ、や僕はね、な人生を変えたいと思っているんだったら、やらないっていうのはリスクなのかなと思いますね。 だって人生を変えたいと思ってるのにやらないわけじゃないですか。え、それって、どっち優先ですかっていう。え、あなたの人生においてどっちが優先なんですか人生を変えたいと思うことが人生の中で優先なのかそれとも、やらないことが優先なのかどっちが優先ですか僕は人生を変えたいと思いますし、これからも変え続けたいと思ってることが優先なので、えこの優先を、うん、するためにやるしかないので、うん、どっちの優先を取りますかと。それだけですよね。 なんか新しいことやりたいとか人生変えたいって言ったらなんか負荷かかるの当たり前じゃないですか。なんかそのね、なんか筋トレせずにボディービルダーで優勝できます筋トレ全くせずにボディービルダーで優勝できますできないですよね。あのプロタン,プロタンさんね。プロタンさんもう7年か6年前から知ってますけど、やたらマッチョっすね、今ね。何 <laughs> な,なんだ、あのマッチョみたいなやつ。やりすぎだろ、うみたいなね。 うん、だからまあ、変わる、人間ってね、だからプロタンさん昔から知ってる人だったら分かると思うんですけど、もうめちゃめちゃ体全然違くなっちゃいましたからね。だから人間って変えられるんですよ。だけど、じゃあ筋肉つける上で負荷かけてただけですよね。まあ、シンプルに。シンプルに負荷かけてるだけです、んなの。うん。だから変えたいんだったら負荷は必要です。うん。負荷な,負荷なくして、負荷がなくして、あの、なんだ、自己成長もないし、筋肉の成長もないし、うん。 新しい道も開けないのかなと思います。行ってらっしゃい。